花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。1週間ご無沙汰しております、金尾由郎の音楽魂。今日はですね、今年最後の、金玉ということでですね、滑舌よくやりましょう。松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桜田武さん、どうも、はい、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ですね、今日はもうたった今ね、スタジオのお客様は見ました。久しぶりですけどもね、田崎翔太郎君、どうもどうもどうも。こんにちは、お邪魔します。何カメラ目線になってんだよ。やっぱ役者だとカメラ目線になるね。さすがだね。うん、さすがだよね。おさむございます。おさむございます、ね、俺 T シャツでいいんだけど。おかしいよね、それおかしいよ。何がおかしい、それおかしい。いやいやいや、二人とも革ジャン着てるおかしいでしょ。この中はだってあれよ、うん、そうそう、この T シャツだって、この間郡山で作ってもらったんだよ、音楽魂。あ、そうそうそう、あ、かっこいい。お、ね、写真、いや、これ俺一枚だけなんだけど、郡山のね、いくちゃんがわざわざ作って持ってきた。へー、すごいね。そうそうそう、ありがたいですよね。この間須賀川行かせていただきましたけどもですね、この番組終わって、先週ちょっと言い忘れてたんですけども、本当にね、皆様によくしていただいてですね、お礼申し上げます。ぷかぷか2日間行きましたね。はい。まあ、今回はねそれだけだったんですけども、すごくなんていうかな、いつも行くとね、なんかふるさとに帰ってきたようなね、うん、感じで、まあ、博多もこの間行って、11月は博多にね、久留米とか、まあ、博多とか、生まれ故郷、直方とか行きましたけども、それで戻ってきて、やっぱラジオやってるとね、長旅できないのよ、そうですよね、5日ぐらいで戻ってきて、それでラジオをやって、それでまあ、横浜とちょっと東京でやらせてもらって、その後福島に行ったんですね。なかなかね、長旅ができないね。ですね、うん。そういう感じで、まあ、ラジオもですね、もう今年 10年目でね、来年11年目に入りますけどもね、こんないい加減なね、ことをやってきましたけども。いやいや10年続けるすごいことだよね、本当に。いや、なんかね、でもね、あっという間だったね。あっという間に10年ぐらい経つよね。うん。まあね、うん、そんな感じがしますよね。毎週毎週ね、生放送でやらせていただいてるんですけどもね、やっぱりね、生放送いいよね。うん、で、ね、くじけそうになったこともありますよ。うん、まあ、確かにね。そしたら山田さんがね、もう励ましていただいてですね。それから僕と山田さんの関係、深い関係になって。どこまで深いあまり追求しない感じでしたけど、いやしたくなる、あ、田田君今日も何お土産持ってきてくれてありがとう、どうも、あ、うん、こんなところにたい焼きが、あなた本当いつもたい焼きまでね持ってきてくれてありがとうね。いや、もうどう今日本当どうしようかと思ったんですけどね、うん、体調どうよ、まあ、年末のご挨拶ということで、あ、本当ありがとうね、はい、体の方はだいぶ、いや、おかげさまで、あれから1年経ちまして、1年経つかね、1年経つんですよ。あんた、救急車で運ばれたの、あの時。うん、自力で病院に歩いていきました。ほんと、はい、すっごい驚かれたけど、それが悪かったんでしょ。そうだよ、それ、痛いのを我慢するっていうのはね、やっぱりあんまりしすぎたらちょっと手遅れになっちゃうんだよね。いや、そんなにっていうか、いや、もうダメだと思って、うん、心臓だからね、なんせあなたでも、うん、歩いて病院行って、うん、胸痛いんですけどつって、うん、すぐこっち来てくださいでなんか即手術じゃん、そのまんま、本当はそのまんま乗せられてガラガラガラって連れて行かれて、あ、まあ、あとはもう分かんない、うん、そうなんだ、はい、それ映画に出てる感じで行ったんじゃない、なんか
ちょっと演技入ってた。演技入ってたんじゃないの。そんな余裕はないと思いますよ。そう思われたかな。やっぱできるだけ早く治療してもらおうと思ったら、うん、重めに演技してるのがね、うん、早いかもしれない順番が。あ、そうですね。松井さんちょっとね、あの、はい、ファックスチェックだけしてもらえませんか。してますよ。あ、本当？はい。いうことで早速ね、僕一枚あの僕の方に届いてます。金尾義郎さん投げ銭 FM オン中ということで、これはね投げ銭 FM ということはチャーリー佐藤さんですね。あ、佐藤さん今金あるな。これ投げ銭4万円入ってますよ。え？あ、素晴らしい。普通ないと4000円とか3000円とかだけあるんだけど。ボーナスボーナス。一桁変わるんだ。ちょっと変わる時期はね。景気がいいんだな。この時期はボーナスですよ。すごいね。ちょっと電話してみようかな。皆様こんにちは、今年もあと18日ですねということでね、何かし忘れたことはないか検討したところ、今年は喧嘩をしていない、今年は救急車に乗っていない、あと18日頑張りますということでね、チャーリー佐藤さんね、救急車にね、救急車乗ったのよ一緒に。もうね、あれから1年近く経ちますね。急にね、居酒屋でふわっとこうふわーっと倒れちゃってさ、一緒に救急車乗りましたよ僕もね。佐藤さんも悪運強いですからね。ね、あのね、すごいですよね。素晴らしいです。倒れるような感じには見えないんだけど、ちょっといろんなことがあったみたいで。俺も救急車乗ったら乗ってないの。歩いていったからね。歩いてね。僕は今年乗ってしまいましたけど。え、あ、そうだ。あなたは今年だよね。骨折、今年だったあれね。2月。そうだね。ああ、そっかそっか。乗ってしまいましたね。あ、本当。やっぱそういう時ってしょ、俺救急車乗ったことないのよ。え、覚えてないだけじゃないですか。一回もない。今まで。小さい頃はその要するに、あの一回飛び降りたことがあって、その時は乗ったかもしれないけど、もう記憶は全くないよね。で、救急車乗ってるイメージ、あの意識っていうのはね、一回もないね。全部あの自分で歩いたりして。俺一回だけある。本当。3回乗ったかな。なぜ乗ったかはちょっと言えないけど。あ、人に言われるようなことばっかりお互いにある。大体わかる。いやいやいや、佐藤さんもだからね、今日ファックスでね、今年は救急車乗っていないという、今年のじゃ なかったっけ、あの話って、今年乗ってんの、去年か。そうかそうか。リクエストは あと18日頑張りますということでね、リクエストはファニーエンジェルをよろしくお願いいたします。チャーリー佐藤、来てもらいますけどね、はい。他に何かありましょうか。今ちょっとで、ね、ミキさんちょっと、あ、ミキさん今ちょっと向こうで、うん、あの今急に入ってきたからね、これこの第2週目っていうのは、うん、もうギリギリまで放送やってるから、うん、中に入れないのよ、準備が。準備ができないっていうことになるんで、ね、1分前に入るから駆け込みだもんね。うん、そうですね、あの駆け込みなんでね、そういう感じでね。そうだ、集合写真も撮ってなかったとか、ね。あ、そうだ。撮ってないね、今日ね。何にもしてないわ。ね。うん、だれてるよね、音楽談話。こういうね番組でございますけどもですね。なんかじゃあ歌いますか。あの何も決めてなかったね。今俺来たし、ね。そういう番組。いや、チャーリー佐藤さんのリクエストしますか。もういきなりファニーエンジェルから。いきなり。いきますよ。いいですよ。なんか他に後でリクエストがあったらですね、ご紹介しましょう。で、できなかった曲とかもあるんでね、いきなりファニーエンジェルに行くと、もう朝起きがけでファニーエンジェル出るやろか。もうね、みんな勝手に言うからね。で、俺結構ギリギリのとこでさ曲作ってるんで、囁けないんだよなかなか。ささやく歌はあんまりないね。タダ君もちょっと一緒にコーラスしてよ。はい、ファニーエンジェル、ファニーエンジェルばっかね。無理のないようにね。一回ハニーエンジェルお願いしますって言ったら、お前キャバクラだよね。ハニーエンジェルだったら、ハニーになったらキャバクラになっちゃうんだよ。いきますか。じゃあチャーリー佐藤さんのリクエストを歌いしましょう。ファニーエンジェル。
チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしましたファニーエンジェル、ご紹介しました。すごい朝からすごい飛ばすもんね一発目からどう一発目がすごいところ出るよね。いや、いやでもね、もう気持ちがいいねそうですか。あの博多ではオラブって言いますけどね、あの今回博多でいっぱい言われたね、オラビすぎて、オラビすぎ、うん、オラビすぎとか言われたけどね、オラブ、あの叫ぶことオラブって言いますけどですね、まああの早いものでね、もう1年、経ちましたけども、どうでしょう、あの松下さんあたりは1年経って、1年ですか、うん、振り返ると、振り返ると、どうですかね、なんかやっぱりあの今年は変わったことありましたか。変わったことありましたね。体がやっぱガタが来ましたね。ガタが来た。あ、本当。1年経つと結構ね違いますね。うん、いや俺鈍感だから。うん、よく言うじゃん。還暦、まあ節目だと言うんだけど、そうそうそう、俺結構ね鈍感だから、あの風邪ひいてても治ってから気がつくのよ。あ、風邪ひいてたんだみたいな。それはいいことだと思う。声が出ないなとか、声か、枯れるのが治んないなとか、病は気からって言うから、そうそうそう後から気がついたりするんだけど、還暦すぎてもね、俺、まあ、あの普通さ、あのあすっごいチューニング落ちてたねこれ、あのあの大丈夫ですか、うん、いや、いあの弦変えたばっかりだから緩んだねこれ。あ、それでね、あのいきなりこう来るって言うじゃん、あの還暦もう60過ぎたら、うん、でもふっと気がついたらもう64になってたからね。気づいたら4年経ってた、ね、気づくまで気づくまで4年かかったっていういや、ほんとそんなもんよ。素晴らしいですよ、4年とかすぐ経つよ、うん、俺だって娘が今もうね、あの、30近いんだけど、うん、この間生まれたばっかりと思ってたらもうそんな年になってたからね、うん、気がついたら、うん、30年ね。だから、うん、本当にあっという間だよね、うんうん、あのそう思いますよね、うんうん、あの 1年とかはねもうすぐだよね。今年は早かったですね。ね、特にね、特にそういうことがあると ね、 ね、でももう、うん、リハビリも10ヶ月通ってんのかと思うと、あ、そうかそうか、まだ今いろんなまだ行ってます、ね、まだ通ってまだかかるなね、すごいかかるね、もう10ヶ月、うん、そうですね、で途中でねそれリハビリしてんのに俺は無理に呼んでさちょっとやってくんないまだ痛かったんだね。いや、でもどうよこれ生放送ってどう思う、こうやってて。いや楽しいですよね。ね、うん、あの緊張感もあって適度に、そう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 、うん、あの生これ収録だったらね結構ほら後でこう修正できるじゃない、うん、生放送ですごい俺魅力感じるんだけどね、うん、あの何があるか分かんないから、あれでしょ、あ、あの旗ね今日、うんうん、ファックス、あ、ファックスね、うん、山田さんが話し込んで、うん、放送中に、放送、生放送中ですけどもね、あのファックスがねこう届いたらこれプリントアウトするんですよね、これを。はい、ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、じゃあ松下さんから早速、どちらの方でしょうか。はい、これは博多のミキさんです。お、ミキさん、はい、はい、先週ねいただかなかったですよね。そうそう、1年間ねいろいろミキさんも ね、 ね、あの今年もねいろいろお世話になりました。でライブの時もねいろいろ顔出してくれたりなんかしてね、ありがとうございます。これだよね、はい、うん、いきますね、はい、皆さんこんにちは、はい、曇ってる分朝はそれほど冷え込まず、うん、一日中10度弱の博多です、うん、博多それぐらいだね、10度だとまあまあ同じぐらいじゃん、まあ、この辺と、まあ、ね、うん、そういえば学生時代に九州ってだけで南国と勘違いして、うんうん、冬でも T シャツでいられるのって聞いてきた友達がいたことを思い出しましたがそうなのよ、結構ね博多は雪が降ったりするんだよ ね、うん、ね、そうなんですね。あの地図よく見ては分かるけど、うん、東京よりも北なんですよ福岡は。そうなるんだね、うん、そうなんですか、あ、うん、そうなるんだね、地図のこう書き方がダメなの、うん、そう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 、こう下に行っちゃって下、緯度が上、こうやって弓なりじゃないですか、あ、そうかそうか、それで上でやると、東京、うん、緯度から見ると、あ、そうなんだ、そうなんですね、そうだね、もう下っていう感じだからね、そう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 、きっとね、そうですよ、緯度まで見て、見てないんで、うん、
そういうことで、はいはい、勘違いして冬でも T シャツでいられるのって聞いてきた友達がいたことを思い出しましたが、できるのは誠さんくらいなもんでしょう。かっこ笑い。先週の菊田俊介さん変わらず良かったですね、うんうん、それに番組では初めての俊さんのエレアコでのプレイも聞けたし、プレミアム感もいっぱいの放送でしたね、うん、今日は金玉リラックスした午後の始まりを楽しみますね、さて個人的な話ではありますが、実は今日大きな変化が起きて今後かなり自由になる予定です。お、うん、本当に苦しい時期もありましたけど、カナオさんの歌に気合をいただいたおかげで乗り切れました。ありがとう。多分これからもずっと気合をいただき続けると思いますが、心からお礼を言いたいです。ありがとう。そういえば先週の金曜日、この番組への出演がきっかけで知ることができた森かおるさんのステージを体験しました、うん、本当に心が震える歌力にやられました。カナオさんのライブもそうですけど、やっぱりいくら画質や音質の良いが、動画を見ても本物の本気の空気が伝わるライブは、比較の対象にできない魅力がありますよね。明日のカナオさんのライブも来られる方々はそういう経験ができるんだなって思うと羨ましいです。ありがとうございます。明日のスモーキーの宣伝までね、忘れず入れてくれました。ありがとうございます。明日はね、明日はスモーキー今年最後のね、最後になります ね、 あのあれとかないのよ、あのカウントダウンとかさ、そういうの今年中やんない、うん、それであのスモーキーで最後にします。まあ来年のちょっといろんなことを準備するとかっていうのもあるんですけど、うん、あのいろんなね、あのまた九州にもね行ったりもするんですけども、ちょっといろいろあのやったり曲作りとかね、うん、明日スモーキーね、何時から19時半から横浜野毛スモーキー、はい、これ渡辺武と、松下俊美金後ろでお届けいたします、はい、皆さんどうぞね、歌い納めですか、来てください。あの 川の流れるふもとでね、はい、あの川の流れを見つめながらですね、はい、楽しく投げ銭ライブやりましょう。投げ銭です、ね、よろしくお願いいたします、はいはい、リクエスト加納さん道、うん、そしていつかホールミータイト、うん、あれね、あそうか、俺リクエストもらってたんだよ、としみさん、うん、すごい骨まで愛して、骨まで来たかだけどいつも通り何でも OK です。骨まで愛しますか、ね、あ明日まだ残ってたら桜田さんのギターと同じところで制作されたギターを買う予定です。あでね、あよかった、なんかね、この間ミキさんからメッセージもらって、うん、今これを狙ってるんだって写真送ってきて、うん、ただ今すぐはこうなんていうの、買えないので、その売れないように祈ってくださいって、そうなの、僕が買うまで売れないように祈ってくださいってメールが来たから祈りましたよ。しゅんさんにもそれはいいですよって言ってもらえたタイプのものなんで楽しみです。そうなんだ、うん、頼む、在庫捨ててくれいいって言ってる。ということはね、うん、ギター弾く、ちょっとあぶく銭が入ったんだな。あぶく銭、失礼な、失礼な、失礼な、いやでもあぶく銭でもいいよね。俺もね、あの宝くじも俺買ったことないしね。宝くじ買ったことある、うん、田崎君？ありますよ。本当一回もないよ俺。あ本当、うん、じゃあ今年あたり買ってドーンと当たって、いやパチンコ俺ギャンブルはないのよ。初めてやるといいかもしれない、ね、爆災がないからさ、買ったことない、ま全くパチンコもやったことないもんね。って人生ギャンブルやもんね、うん、それを言っちゃね、それ以上のギャンブルはない。もうなんかギャンブルする必要ないけど、他にかけんでよかろうもん。それあるよね。いやでもこの季節になるとさ、宝くじとかあの有楽町とかみんな並んどうやん。そうそうそう、私行ってきました。嘘、いや買いにじゃなくて、買いじゃない、買いじゃない、友達がねちょっと高知から来てて、 あれでも何、並んでるところって当たるの？そこばっかし行くから結局さ、うん、確率の問題としてるでしょ。だってどの売り場はわからなの。でもね、うん、今年はね、前はね、うん、その一番売り場っていうのだけ混雑してたの、有楽町の例で有名な、うんうん、2番とかガラガラだったのに、うん、今年はね8番までずらっと並んでた、うん、増えてる、ね、そうなんだ、買う人が多いってことだよね。多分日本人だけじゃないのかもね、なんだろうと思って並んでる人もいるかもしれないですよね。あ外国の方も買える人だって、変えて、そうなんだ、うん、へえ。だってすごい人口のなんかいつもと違って増えてた気がした。うーん、うん、ねえ、うん、そうそう、あ昨日はねまた大安吉日ってなってたからね、うん、そういうやつなんだ、ね、鳥柄がなんか鳥柄がよろしいよね、うん、そうそうそう、そういうことか、うん、じゃあね早速
どうしよう、早速あれ骨は出していこうか、うん、ねえこれ行きますか、すごいね最近以心伝心かもしれない、松下利美が歌いました骨まで愛してっていうね、これ素晴らしい、この時代のね歌詞にしてはパンクですよねこれね、うん、パンクの歌詞ですよこれ、すごいよね、うん、この人すごく好き、私もこの作詞やっぱりこういうだいたいタイトルで骨まで愛してなんていうのはつけないじゃない、普通そう月光仮面の書いた人ですよね、そうあそうなんですか、高知さんでしたっけ、うん、あの森進一さんのあの詩だよね、おふくろさんの詩書いたんですね、川内広範さん、うん、そう広範さん、田崎君よく詳しいね、その詳しくその時代がレインボーマン書いた人だよ、あレインボーマン、レインボーマン月光仮面もそうじゃなかったかなと思うんだけど、月光仮面そうですよ ね、あ分かんなかった、そうかもしれない、だからすごい歌詞なんだよね、これ見てたら、よく見てたらね、すごいなとか思うよね、骨までだよ、骨まで愛して、まあ、こういう愛のあり方がね、
あのこういう表現になってしまう。骨はありませんが、たい焼きを。あ、たい焼きね。骨なしの。骨なしです。これちょっとこう、ほら、映像撮ってるから、まあ、これ美味しいんだよね、これね。これな。うん。うん、いや、伝わったね。あ、それ。あ、なんか、たい焼き見て思い出しちゃったの。はい。前回としみさんが背中から一撃で行ったの。そうだよ。前回ね、あのちょっと一つ味見っていうことで、ね、背びれからね。だって普通頭っか尻尾だ。普通ね。背びれから行くか。背びれからガブって言ってたから。おおと。あれは下品でした。いや、よっぽどねお腹空いてたんだと思いますよ。あのちょうど食事を してこないで来るっていうパターンが多かったりなんかするんでね、うん、お腹は空いてるかもしれない。だって12時ですもんね、うん、でやたらさ俺早く目が覚めるのよ。今日なんか4時半に起きたから、ね、すごいな。そんな必要ないよね。それ朝って言わないよね。無駄な早起きって言われてんだけど朝日を見たいのよ。寝たのは何時なんだ、うん、いやでも寝るのは割と早く寝るよ。夜はあのちょっと飲んだらね、まあ、12時前には寝る。だいたいベストはね11時ぐらいに寝るのが一番いいんだって人間って。その時間から細胞が再生されるのね。だから11時ぐらいに寝て、まあ、5時ぐらいに起きるのが一番いいみたいよ。あ、うん、5時には起きれないな。あ、そうやっぱりまだ若い。でもいや7時、だいたい7時かな。うん、ね、うん、うん、いや7時まで寝てらんない俺いつも。だから、うん、うん、もう5時にはもうパッと外に出て何すんの。怪しいよね。トレーニングは、あ、トレーニングしますね、たまに。あの思い出したように。ただあのあんまり走るのはね今やってないですね。あの、うん、ちょっとストレッチしたり、もともと首とか悪いん でだからストレッチ体操するといいよね。で俺何種類か自分の中の金尾吉郎体操っていうのがあるわけ。金尾吉郎体操。近川でもね、うん、だから結構みんな興味持ってくれてて、腰とかのストレッチも入ってるんだけど、腰もほら粉砕骨折してるからもう 何十年前に。だから 腰もあるし、そのいろいろあの首と腰が悪いって言ったらもう最悪だからね俺。人間の中心がないってことだからね。うん。だすごい悩んだよね。それでまたほら肺にちょっとあのあれ異常があったりするから、あの大きな声出しちゃダメでしょ。禁止になってるのよ。10年前から。お医者さんから言われたんで、大きな声は禁止ですよって。あの。ね、言っときますけどつってお医者さんに言ったのよ。実はその、うん、もうラジオ始めたばっかりだから、うん、10年前にね、うん、でそういうわけにはいきませんと生で歌ってるからって、あしょうがないねっつって、それからそれっきり会ってないよ。それから医者行かなくなっちゃった俺。ありがとうっていう、うん、でもね、あのそれ自分で考えてなんか体を動かしたりストレッチとかしてると、うん、保てるよね。そう、鴨さんそれ体操曲つけて、うん、ビデオ作ろうよ。そうだから俺割と老人介護施設に行かせてもらってるじゃんここのとこ、うんうん、でそれをちょっと今作ってんのよ。あの老人向けのブルース体操っていうのが。ブルース体操あるのよ。なんでブルースぴったり合うんだから。合う、うん、だからもう結構あの振り付けまで今考えてんだから。バババーンみたいな感じで、あの、うん、ちょっとコード間違えたけど、それなんか、それでこうやる。そう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 、これ、右手上げて左手上げてこう、ちょっと、いいじゃん。あ、いいね、いいね。やって、可愛いからね、今。外のお客さんも一緒に。だから、そういうブルース体操ってさ、まあ、体操って今決まってんじゃん、音楽が。だからそういうちょっと違うさ、感じで、あの、やりたいなとか思って。ジャスン・シュンさんにも、それいいね、やってもらう。で、感想は菊田俊介さんにやってもらう。すごいゴージャスよね。仲やろうとか言われて。でも、ブルース体操。うん。だから、それいいかもね。いいよ。ね。で、それ、あの、ビデオ作って、うん、で、あの、老人施設に配布する。うん、
あ、なるほどね、うん、それで覚えてもらって広めてもらって、で体操もねきちっと俺がこう考えてるから、うん、無理ないような体操を、うんうんうん、それいいかもね、うん、おまた来たびっくりした、もうこの生放送の中に、ね、社長どうぞどうぞ今年お世話になりました、来ましたね、12時半の男がやってまいりました、澤部君ね、あもこんにちは、よろしくね、澤部さん、いきなりね、あの、どうもどうもどうも、うん、どんなふう、いつまで続くの、あの武蔵小杉を。1月末までは来ますよ。そうなんだ。それ以降はダメ。12時半にね、うっかりしてたら来るからね。忘れてたもん。澤部さんね、あなた IT 関係の仕事やね。そうです、僕は IT の社長です。もともとね、IT の社長なの、あなた。そうです、社長。社長にお前とか言ってたらダメだ。ふざけんなよ、貴様とか。いや、昔あの、カナオさんのね、あのシングルをこう作るときに、はい、三重かなんかのほら、ライブに行くとか、内海さんと一緒に行くとき。あ、内海さんと行ったね。はい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 。CD 作りましょうって話になったんです。で、うん、僕の家に来てくれて、まあ僕の家は、あの、事務所兼自宅なんですけど。あ、はいはいはい、はい。CD をね、どんどん作っていきましょうって。うん、そしたら、カナオさんね、喋るばっかりで CD が次に入れないの。時間が1枚かかるのに、なんか30分ぐらいかかった。マジで、そういうのがあって、ありました。そうだったっけね。で、2回目の時はもう来ないでくださいって言って。私が作りますからって。ああ、そうかそうか、いろいろね、お世話になりました。焼き鳥食べたような気がしました。そう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 。ね、あの、そういう思い出あったね。もう忘れたね、それね、だんだん。はあ、いろんなね思い出がありますね、やっぱ音楽魂も。もうあなたでも、あの、明さんの時からのね。あ、そうですね。うん、金田明さんの、まあ。大体ね、すごくいやらしい話しますけど。いやらしい。どうぞどうぞ。ラジオを映像にして、うん、ちょっとスポンサーつけて、うん、いろいろこう、そういうシステムを作ろうと思ってたの。うんうんうん、そのために、ただただ来ただけだったんで。そしたら意外と何もできなくて。いやいやいや。あの、それがね、今の原点なのよね。そうですね。僕の原点は、澤部君が言って、あの、いてくれたからこそね。あ、そうそう。あるの。そういうのがあるんですね。うん。まあ、図に乗んなよ、マイキさん。ちょっと。いや、でもそういう付き合いがね。そうなんですよね。あるね。で、最初ね、カナオさんにブログを勧めたんですね。ブログを作りましょう。ブログ作ってもらったのよ。俺、仕切らんけどね。最初で。で、やってたんだけど、一部の人は、カナオさんブログなくしたって何にもなりませんよって、こうやってね。そうそうそう。そんなこと言うやつがいたんだけど、現実ね、今、神奈さんこうやってね、そうそう、ね、広がっていってる。そうそう、あの、本当それがね、澤部君のおかげでね、こうやって今、あの、僕があるのもね、あの、感謝しておりますけど。とんでもないですよね、東京の。まあ、あの、まあ、でも最初に見た時はびっくりしましたよ。なし。だってほら、僕はもともと博多でミュージシャンもやってたんで、神奈さんのことは知ってるわけですよ。カナオさんが、カナオさんがおるっていうのを、最初びっくりしたんですよ。ほんと。で、あの、風の中で盾をね、歌っていただいた時は、もう、エロ感動しましたね、あれ。ほんと。もう10年ぐらい前だね。そうだね。すごいなるね。まあ、いろんなね、思い出が、まあ、ここ10年の間にね、ありますけどもですね、本当に、まあ、いろいろね、本当に ありましたね。ああ、俺もどうしようかなとか思ったことあったもんだって、ね、いろいろほら、離婚もあり、家族との別れもあり。昔のね、奥さんはね、綺麗な人でね。じゃあし、お前らの、いらんこと言うな、お前は。そう、女優さんみたいな人でね。いや、だからモデルだったからね。まあ、ね、すごい綺麗な方ね。それは娘さんもね、可愛いちゃろうね。可愛いよ、なんでこんなご一緒しようね。そうそう。いや、でもいろんなことがね、ありましたけども、ね。毎週ちょこちょこっと話をしてくれたら。ほんといろんなこと言うからね、博多のもんはね、いらんことばっかり。もう本当にね、ありましたけども、はい、なんか、そういうことがあってもね、今ね、なんかね、やってて、僕はこう生きてることがちょっと幸せっていうかね、この間、まず、九州ともまた LINE がね、つながったりなんかしてね、いろんな、まあ、年に1回ぐらいは、まあ、帰れるようになってくると思いますけどもですね、まあ、福岡、福島ね、いろんな方と、つながりができて、また新たなね、1年をね、過ごしていこうかと思いますけどもね、まあ、健康をね、
まあ、そろそろ考えなきゃいけない年になりましたけどですね、うん、少しはお酒は控えめですか？やっぱ飲んでるんですか？え？お酒はどんな感じですか？少しぐらい結構飲んでる？いやもう、ま、毎日すっごい浴びるほど飲むよ酒はね、もう酒とかね、もう一回始めたらずっともう静けないかんわけ。あ、そうか一回でもやめたらね、調子悪くなるよ、うん、いやでもまあほどほどに、うん、何でもねほどほどにしかできんようになっとるよね。そうですよね、うん、あんまりもう、うん、昔は飲んでたんだけど最近もう眠くなっちゃうもん。あ、だからちょうど良くなってきてるよね、うん、バランス的に、うん、そうですか。そう、ということでね、もう澤部が来たばっかりも話しかかない何かありますか？すいません、何かありますか？何か歌いましょうよ今日。あ、いやいや、とんでもない。あのね、もう今年最後のね、まあ金玉、あとはね、全部ゲスト入ってますね。今後のゲストをご紹介しましょうかね、まず来週が、ジャズボーカリスト、今もうノリノリですね、大野恵里さん、ですね、でその、今週これが21日になりますけどもね、うん、大野恵里さんで、今年最後28日、これはですね、長崎出身、僕のね、あの友達ですね、諸岡健二さん、これがもう今年最後になりますけどね、年明けてまたね、続々とねゲストの方いらっしゃってますね。1月の11日、ごぼう鈴木さん、これドラマーなんですけども、はい、僕もたまにね、ライブでお世話になってますけども、なぎら健一さんが新譜を作られたのね、はいはい、それをねちょっとご紹介しようということで、先日ちょっと聞いたんですけども、それは面白いのよ、すごい面白いっていうか、もう本当アメリカンロックの感じなんだけど、ツインドラムでね、その歌がだって歌がなぎらさんよ、うんうんうん、ね、それがまたいいのよ、うん、でその歌がね、もう酒飲め酒飲めっていう歌があるんだよ俺はもうそれ聞いただけで嬉しくなっちゃってねごぼうさんすぐ電話してちょっと来てくださいってなぎらさん来てもらってもいいんだけど、なぎらさんも忙しいからね、うん、だって大先輩だからさ、大先輩でちょっと上かな、うん、まあまあそれも楽しみですね、その後がですね、18日、1月18日、西浜哲夫さん、久しぶりのね、登場ですね。まあ、須賀川とか僕行きますけどもね、大体西浜哲夫さんあたりからね、いろいろご紹介いただいた場所なんですね。で、まあ、西浜さんも、諸岡健二君もそうだけども、お互いに癌をね、患ったことがあってね、諸岡健二君もそれを乗り越えて、西浜さんもそう。だから、そのね、パワーっていうかね、そのパワフルな、生き方っていうのは僕はね、やっぱ生、ずっとその、毎日のように歌、いろんな各地でね、歌われてるんだけどもね、それ素晴らしいなとか思って、ぜひね、ご連絡して、ぜひ来てほしいということでね、2月1日はね、僕、初めて初登場、太田次郎さんっていうね、シンガー、はいはいはい、まあ、シンガーソングライターの方ですね、僕も久しぶりにこの間ちょっとお会いして、ぜひということでね、ここまでね、一応ね、確定しております。2月1日太田次郎さんでね、お楽しみいただきたいと思いますね、音楽魂、ということで、ご紹介しましたが、松下なんかリンゴ予約行く？行かない。行こうよ。行かない。いやいや今日もうちょっと、いやいや、松下さんの歌を聞きたい人が結構多いんでね、いかがでしょうかね。えリンゴ予約は、ね、ほら山田さんが一番で聞きたいんよ。なんか行ってみようよ。うん、大阪の方もね、これ聞きたいっていう方がいらしたんだけど、まあ松下さん、ひばりさんのあんまりヒットしてない曲とかもね、ひばりさんについてデビュー前にずっと回ってたんでね、知ってると思う。ね、肌で感じて覚えてると思うんだね、うん、そういうことでいきましょう。Thank you.
たとさ、辛い別れを泣いたとさ、リンゴとしみが歌いましたリンゴお湯分け、あ、素晴らしいじゃないですか、声出てるね今日は、今日は偉そうに言えない いや結構これ難しいと思いますよ、あのどうしてかというと、ね、声がちょっとでも傷んでたら、うん、これもあの差が激しいじゃない、難しいのを分かってて朝一で歌わせようとするかなそう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 、いやそれはあの、ね、いいんですよ、俺なんかいつも恥かいてるから声をひっくり返ったりとか、そしたら言うんだもん、こう裏で、あ、なんか声がカラス天狗みたいになってたよって、いやいやそんなこと言いません言ったカラス天狗の声自体が想像できないんだけど、これカラス天狗ってなるわけよねえ、ねえ、そういうことも言われますけどもですね、でもまあそのいいとこ見せたいけど誰でも、でも失敗したりとかね、間違えたりとかっていうことを繰り返しながらね、そういう番組もあってもいいじゃない、きちっとした番組ばかりもね、今変なこと言われんしね、何はきちっとやらないとね、いや来年からきちっとやるよ、はっきり言って台本作るから、ね、台本喋ることも全部俺が考えてるから、台本あると忘れちゃうよね、台本あるとちょっとね忘れてしまうよね、もう言葉が出なくなるかもしれない台本通りに一番いかん人やけそうだよ、だってリハーサルしてさ本番で違うもんね、そう違うことやってんだよ、あれ僕家の二人とさ一回リハやってなんか呼ばれて録音トレーニングなんかってリハちょっとやって、で本番全然違うことやるじゃん、だもう言われたもん、とか言って金田さんなんかあれ歌う人いるじゃん、歌う人、辻さん、いやいやいや、ほらこうやってギター弾きながらあのル、忘れた、チャックベリーみたいやねってチャックベリーよく結構そういう感じの人らしいね、打ち合わせしてても全然違うことでしたけど、言われたことあったけどね、ということで、うん、今日もほら最後になるか、なんかみんな来たからちょっと楽しいのやろうか、何かいい、何かリクエストある、なんかリクエストあったらあれ田崎さん歌うとか言って田なんかある、いや俺はなんかリクエスト、うん、それリクエストしていいんですか、いいよ、あ、そうそう、うん、最近あれ歌いました、何博多の女じゃなくて
有吉あれも暗いやお前もうあの暗いのばっかすんなよ。お前この昼間きちっと日が出とうとにお前あの曲はねでも名曲ですよね。ねえ、あれはファンの人多いよ。お前そんなもう暗い曲ばっかりちょっとだけしてみようか。じゃあいやこれはいい曲ですよ。春吉の夜の女さ、街行く男に声かけちゃねえ遊んでいかない。今じゃこんな来てくれました。ありがとう。な間に合ったね。うん、あのいろいろ1年お世話になりました。美香ちゃんもこちらこそありがとう、うん、楽しませてもらいました。いえいえいえ、うん、あの澤部君もありがとう、はい、うん、いろいろね、またちょこちょこね、あの来てください。ありがとうございます。
田崎君ありがとう、どうもね、どうもお世話になりました、じゃあ今日のお相手はですね、あっという間のね、1時間でしたけども、桜田武史さんありがとうございました、ありがとうございました、松下俊美さんありがとうございます。そしていつもね、腰が痛くてもね、雪の日もね、頑張ってくれてるね、動画のキキさんありがとうございます。腰がちょっと良くなってよかったね、なんかね、ね、あなた紹介したらしいね、田崎くんがいい、お店、お店じゃない お店は今度、あ、そうか、ということでね、あっという間の1時間、楽しい1時間、終わってしまいましたけど、またね、来週ご期待ください。来週のゲストは、大野恵里さん、ジャズボーカルです、お楽しみください。 See you next time。 山に見る季節は巡り色変える街、 A Riverside my hometown、 今また